ウェイン・ダニエル・マップは、ニュージーランドの元政治家。ノースランド地方テコプル出身。オークランド大学法学部卒業。トロント大学で、法学修士号、ケンブリッジ大学で PHD を取得。ニュージーランド最高裁判所法廷弁護士、事務弁護士の資格を持つ。1978年から1982年まで、弁護士として活動し、 1984年から1996年まで、オークランド大学講師、准教授、小学部副学部長を歴任。1982年に、ニュージーランド国民党に入党。1993年から1996年まで、国民党政策部長を務める。1996年の議会総選挙に、ノースショア地区より出馬し初当選。 国防省報道官、法務報道官、外務報道官などを歴任し、2008年から第36代国防大臣に就任、科学技術省大臣を兼務する。専門は、外交、安全保障、国防、通商交渉、移民問題など多岐にわたる。2011年の総選挙に出馬せず、政界から引退する。2012年2月に、 ニュージーランドは法務委員会委員に就任。2013年に政治貢献に対しニュージーランド国王より女王功績勲章が授与された。ありがとうございます。